さあ開けますよ。うわ、ドクロが出てきた。おはようございます、レカちゃんだよ。日差しまぶしいということで、今日は外で撮ってみましたけどもですね、今日はですね、スカルキャンディーのミックスマスター、これをね手に入れましたよ。普段ですね、僕 DJ やってる時に使わせてもらってるのがこのミックスマスターの緑だったんですけども、デッカちゃんのイメージキャライメージカラーの赤を今度は購入しました。どんな感じか開けてみちゃいます。開けますよ。うわ、ドクロが出てきた、怖い。かっこいいですね、すごい。これどうやんだろう、からこうですかね。あ、ここが扉になってる。扉を開けごま、じゃーん。さあ、まだいやーねということで、こういう遊びもできちゃうね。おお、かっこいい。わ、出てきました。バーン。ということで、ここにもドクロ。まあ、ドクロっていうか、スカルですね。そして、これを開けてみたいと思います。うわぁ。赤い。これをこう、線を入れてですね。うわー、これ赤やっぱいいな、気持ちいい。こうなっちゃって、どうかしてる、どうかちゃんだよ。こういう髪型になっちゃうね、どうかしてますけども。うわー、これテンション上がるな。こうやってね、赤でね、こういい感じじゃないですかね。今度からこれで BJ をしていきたいと思いますんで、もしなんかね現場来ることがあれば、ぜひ見ててください。以上、ディ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 ジェーデデデカちゃんでした。気づちゃったわーいわい。朝自宅のベランダで動画を撮るとこれぐらいの声になるよね。パフ。いかがだったでしょうか、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、ね、あと僕個人的にはツイッターもやってますんで、そちらの方のフォローもぜひお願いします。あとね LINE もやってますんでよろしくお願いします。詳しくはですね、下の概要欄にリンク貼っておきますんで、そちらから飛んじゃってください。ぜひお願いします。以上、デッカちゃんでした。